かんない皆さんこんばんは。歌声ペトラ10月、いつもと違う音楽で登場ですね、はい、今日ねテーマソングの CD が鳴らなくなっちゃって作曲者が あなた弾きなさいって言ったら全然覚えてないことが判明した、ということで今日も始めていきたいと思いますけど、初めて歌声ペトラ来られた方いらっしゃいますか。あー歓迎します、ありがとうございます。この歌声ペトラは、それからユーストリームをご覧の皆さんこんばんは、こんばんはということですね、この歌声ペトラは、関根和夫作詞、岩渕誠作曲の、普段着の賛美歌といいますかね、そうですね、それを1000曲作りたい、願うのは勝手でございますからね、でそのビジョンの中で、進めてまいりました。しかし、やってみるとあれですよね、今日は242曲ですよ。242曲できるなら1000曲いけるでやろうとね、いけないことはないなっていう気がちょっとしてきましたけどね疑ってんねんあなた、はい、疑ってるでしょ、何なんとなく疑ってない、疑ってはいや、あなたたちのことは疑ってますけど、なんで疑ってる、神様は疑ってませんから大丈夫です。それ難しい話だね、では早速始めていきたいと思いますけど、では和夫先生お祈りを、そうと祈りましょう。恵み深い天の父なる神様、歌声ペトラのこの集まりを、開催することを許してくださって、また愛する方々を一緒に、歌うためにここに集めてくださったことありがとうございます。どうぞ私たちの心が上に向けられて、あなたからの祝福をいろんな形で味わう、そんな会にしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。では昔の歌から早速歌っていきたいと思いますけれども、お手元のファイルの中に、ございます、まずは32番、希望を捨てずに。これは CD の中入ってますよね。何枚目ですか。これから事前に勉強しておいてもらうわけにはいかないでしょう。あのね、答える役割をあなたに与えてるんだ。あ、そう。え、1枚目1枚目じゃないんじゃないですか。覚えてない、覚えてないですよ2枚目ですか。永遠の慰め収録って書いてある。2枚目、2枚目ですか。はい、はい、希望ステージ。光に打ち勝つ
つこと希望を捨てずに、希望を捨てずに、救いの日を待とう。闇は光に打ち勝つことはない、闇は光に打ち勝つこと。希望を捨てずに、もう一度歌いましょう。希望を捨てずに、救いの日を待とう。闇は光に打ち勝つことはない、闇は光に打ち勝つことはない。はい、ありがとうございます。続いて64番、今日という日を。これも CD 入ってました、3枚目。なぜ、CD に入ってるかどうかいちいち確かめるかと申しますと、 CD が手に入る可能性がありますので、で、申し上げておりますね。帰りがけに後ろをちらっと見ていただくと CD が置いてありますからね。ということで64番、今日という日を。夜明けの光訪れて、昨日は過ぎて行きました。神様から託された今日という日を歌いながら、祈りながら歩み続けよう。思い煩い、思い煩い抱えつつ、明日のことを悩むより、神様から託された今日という日を歌いながら、祈りながら歩み続け。じゃあもう一度一番から歌いましょう。3。夜明けの光訪れて、昨日は過ぎて行きました。神様知らないか。選
んでおきながらなんていうことを。とは私のために死なれ
今日はテンポが早いですよ。はい、それでは今日もこの辺で。今月の新曲を覚えちゃおうのお時間やってまいりました。今月の新曲を覚えちゃおうのお時間でございます。これは今月の新曲を覚える時間であります。242番、朝は喜びに、そうですね、加藤先生が、あ、じゃないや、岩内さんが、メロディーを書いてこっちパンと送ると、そこに言葉が湧いてくるんですかね。今回はね、はい、今回はね、これは私が詩を先に書いたんですよ。お、そうなんだ。そういうことなんです。おお、いやそうですか。やっぱり詩先に書かれると作曲者っぽいですね、なんかね。曲作る時は。いや本当はさ、できる限り黙っていて、みんながなんかあれって思うかどうかっていうのをちょっと試してみる。ああ、そうか。でもいろいろこう、いや、うん、でもいろいろ考えると絶対どこかで言わなきゃおかしいな。はい、この曲は僕ある日こんなメロディーが浮かんだんですって言えないもんね、やっぱりね。何曲先じゃないから。そうね。あ、ごめん、あ、いいです、カット。そう。あ、そうですか。そう。なんかちょっと新鮮な感じがしますね。いやまだ聞いてないでしょ。じゃあね、この言葉が来てメロディーが出てきたんだそうです。メロディーどういうふうに浮かぶんですか、こういうのは。はい、言葉聞いて言葉でメロディーがこう出てくるわけですか。やっぱしあれじゃないですか。僕ね、全然作曲能力ないので分かんないんですよ、どういう、まあ、あの日本語に聞こえるように書けばいいんです。日本語に聞こえるように曲を作る。でも意外なんか深いこと言いましたね、なんかさらっと。大事なことで意外と、いや、それは深いこと。あの意味が分かるのと言葉として分かるって随分違うんですよ。そうね。随分大胆なこと言いましたね、でもね。翻訳の難しさその辺ですよね。そうです。だから訳詞もあの作詞ができる人が訳さないと意味は分かるんだけど歌じゃないんだ。意味は分かるけど歌いにくいとかね。その区切れてる節が違うとか。なんか俺今日どうしちゃったんだろう。言葉として分からない、ね、分かりにくいってありますよね。そうです、だからすごく難しくて、あとはこれを歌にするのもやっぱり日本語で歌えるようにしないと本当はダメなんだね。そこが今すごかったな。そうね。なんか俺すごくいいこと言ってない？なんか岩口さんのこと僕ちょっと見直しちゃったかな。あ、そう。いや、すいません、あのここだけ録画しておいていただけでこうつ毎回流すみたいなね。ということでね、じゃあどんな、言葉が来たんでしょうか。それであれだよね、ちょっと逆にプレッシャーだよね。それで歌ってみたらえみたいな。どこがみたいな。言っちゃったかな、まあね、まあ大丈夫。じゃあまずね、言葉を味わってください。朗読シスターズにお願いいたします。朝は喜びに。主イエスに愛され、支えられ、生かされてきたこの日まで。たとえ夜が嘆きに包まれても、朝は喜びに明け染める。朝は喜びに明け染める。許しと命はキリストの恵みのうちに注がれる。たとえ夜が嘆きに包まれても、朝は喜びに明け染める。朝は喜びに明け染める。朝は喜び
喜び明け染める朝は喜びに明け染める。許しと命はキリストの作曲者から一言ってコーナーになるんですけど、まあでまあ、今なんとなく喋ったからまあいいかなと思ったんですけどもうちょっとだけもうちょっとだけ聞いてみましょうかね、うん、苦労したところはあります？どうだっけな。スルッといけましたか？いや、スルッとは言ってないと思うんですけど、うん、最近ありがたいことにうん、まあ、こういう譜面を書くソフトもそうなんですけど、はいはい、こう演奏させられるんで。演奏させられるってパソコンにこう打ち込んだ曲を演奏させて客観的に聴けるんで、結構曲ってある場所の一音が高い低いで結構全体に影響するんですよね。あの5みたいなもんですよね。ここを打ったらここが通るみたいな。まあ私ちょっと高級すぎて分からない、すいません。なんか無理やりいいこと言おうとした僕が間違ってました。そうですか。それでこう聴きながら結構まあうん、やるんです。本当はこれキー1個低く始めたんです。本当は D で作ったんですけど、うん、でもちょっと暗いかなと思って一応 E に上げたんですけど、ちょっと女性は少し高いと、うんうん、あ、女性には高い、少し。あ、なるほどね。そう思う人がいるかもしれないです、うん、なぜほら和夫先生と最初作り始めた時に、うん、1曲目ね、歌声ペトラの、うんうんうん、和夫先生キー何が好きですかって言ったら、うん、D かなって言うから、じゃあしばらく D で作ろうと思って。ガッドブレスユーも D だし、あの辺も15曲ぐらい全部 D です。D は高いんだよね、男にはね。ちょっと僕にはそんなことはないでしょ。本当作り方で僕に高かったな。ただどうしてもどの音をからどう関係するかだけど、なんかその頃そういうことあんまり関係なかった、考えなかったんですよね。まあね、いいかみたいな、頑張れば歌えんじゃんみたいな。まあでもそういうとこから始まりましたよね。はい、じゃあ、加藤先生からメッセージ。もうこの5年ぐらいでしょうかね、あの先に曲が来て、で私その曲を聞いて、でこう言葉をそこにつけていくという作業をしてきたんですけれど、矢部さんからメールが来て、ちょっとこう空気を変えるというか、詩を先にというのもたまにはやってみませんかみたいなメールが来たので、あ、いいねとか思ってすぐその日のうちに送ったんです、これね。多分そのメールを読んでから多分30分以内ぐらいでこれ作ったんだと思うんですけど。あ、岩渕さんの発案だった。そうなんです、はい、でそう早い方がいいかなと思ったんで、うん、さっさと作ってというか、先生そのさっさとってのやめた方がいいやっぱり今言葉に気をつけないといけない。分かった。政治も歌声ペトラも了解です。ちょうど詩編を読んでいて、ちょっとこう気になった言葉があって、それはその朝は喜びに明け染めるという言葉ですけど、その言葉を何か生かしたいなと思って考えました。で、まあ、流れとしてはイエス様に愛されているとか、イエス様によって救いはあるいは許しはこう提供されているということを、まあ、テーマにしたんですけれど、なんかこう夜は基本的に暗いですから、イメージとしては夜全体がなんかね、こう全部悪の象徴みたいな感じで、で朝がポワッてやってくるみたいなイメージがありますけど、私はなんかそう
そうでもないんじゃないかなと最近考えることがあって、でちょうどここにですね、星言葉という晴れ咲く神父の書いた本があるんですけど、この中に面白い文章があってね、眠るということについて、星言葉というのはこの人はね、地球という星に生まれている私たちが使っている言葉、どういう意味があるんだろうっていう、それで星言葉っていう、星占いじゃないんですこれね地球という星に住んでいる人間が使っている言葉をちょっと分析しようというので書いてあるんですけど、こんな、文章があります。眠りの時は癒しの時、どんなにしんどくて身も心も疲れ果てた日でも、一日の最後に眠りという小さな天国が待っていてくれる。もしも眠りの時がなかったら、毎日が生き地獄かもしれない。手足を伸ばし、心を伸ばしてゆったりと眠る時こそ、なくした元気が戻ってくるのだから。眠りに勝る薬なしというように、悩みも不安も病でさえ癒される。眠りの時は許しの時、ひどい失敗をしたり、人の心を傷つけてしまったりして、もう自分が嫌になった時でも、眠りは、さあもういいよ、今日はお休みと言ってくれる。そんな時はくよくよせず、弱さは弱さそのままに裸の自分になって眠るしかない。どんな夜にも必ず新しい朝は来るのだ。もう一度やり直す朝、素直に許し合える朝が。眠りの時は交わりの時、大切な人を亡くしたり、誰にも理解してもらえなかったりして、真っ暗闇の中にいるような孤独の夜があったとしても、眠りの時はみんなを結んでくれる。意識の世界で離れ離れになっている人たちも、深い眠りの世界では一つに結ばれているのだ。起きている時は一人ぼっちだということがあっても、眠りの時に一人ということはありえない。起きている世界は一見、苦難と疲労、虚偽と闘争、孤独と絶望に満ちているように見える。しかし実はその現実の底に、確かに癒しと許し、安らぎの地平が開けているのであり、眠りはそんな解放の世界への門なのだ。誰でも一日一度体験できる根源への深い眠り、その人らしさ、その人のかけがえない尊さは、すべてその人の寝顔に表されているという文章があるんですね。この人の書いた本とか結構好きで読むんですけど、たとえ夜が嘆きに包まれている、まあいろんな苦労があって眠れない状況の夜ですね、眠れない状況の夜には苦しみがあって、辛いことがあって、嘆きがあって、涙があって、でもふとした瞬間に、ふと気がついたら眠っている自分がいる、まあ気がつかないわけですけど、眠ってしまう。するとやっぱり朝が来るんですよね。でその朝は確かに辛いところがあったけど、でも短い闇の中で長い辛さがあっても、その意識から解放されて眠りがやってくると、朝が喜びとともにこう待っててくれるというようなイメージ。私これすごく大事な日常の大事なメッセージなんだなと思ったんですね。つまりイエス様の恵みとかイエス様の救いとかを、日中の苦しみの中で、日中のさまざまな葛藤の中で味わうことができないとしても、つらいつらい状況の最後の最後の瞬間に、イエス様今日もありがとうございました、またよろしくお願いしますと言って眠ることができたら、きっとイエス様の救いというのは心に深くとどまって、そして朝を、ああなんか眠れてよかったなとか、今日も新しい朝が来るんだなとか、来たんだなとか、そういう思いに向けてくれるような気がするんです。ですから辛い状況があって、悩みでいっぱいになったとしても、寝るほんの数分前に心を整えて、イエス様今日もありがとうございました、今日もあなたの恵みを心から感謝します、辛くて辛くて眠れないような気がしますけど、でも眠りを与えてくださることを感謝しますと言って眠ることができたら、イエス様の祝福というのは朝の輝きと一緒に私を包むのだろうと思うんです。だから絶望しちゃいけないんだなと思うんですよね。絶望してはいけない。夜は苦しみの象徴のように書かれているけれども、眠りをもたらす夜は祝福をもたらすんだなって思うんですよね。だからね、私の祝福っていうのはね、起きてる時にやったぜという祝福ではないかもしれないんですよ。
気がついたら、いや守られちゃったよ私っていうところなのかなとつくづく思うんですよね。でもこういう歌を歌うことで、こういう歌を歌うことでそれをしみじみこう心の中に味わうことができたらいいなと思います。で、今日という日をという歌をさっき歌いましたね、夜明けの光訪れてという、あれも同じテーマなんですよね。ですからなんかこう私の中にこう共通して流れているものはこんなところなのかなとしみじみとこう思った次第で、ある意味私は先に詩が書けるというのはある意味こう楽ちんですね。何の宿題もなく何の枠もなく、もうとにかく書いてしまったもんが勝ちだぜみたいな感じで、ね、あとはよろしくみたいな感じで送るわけですからね。無責任な人なんですけど、でも今回こういう詩ができたことはとても嬉しいことだなと思っています。夜、辛い状況がある夜があるんだけど、でも眠れる夜があると必ず希望に向かって朝があるという流れを知ることができたらなと思う次第です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いつも最後にね、さっき練習するの忘れちゃったな、エンドテーマっていうのがあるんですよね。お祈りがあってからという、まあ、お祈りが終わってからです。じゃあお祈りの間に準備をしていたちょっと一言に祈りましょう。恵み深い天の地なる神様、私たちはさまざまな苦難を通過して明るい朝などないのではないかと思うようなことを味わうことがありますが、でもそんな中でもあなたは短い無意識の状況を与えて眠りを与えてくださって朝を迎えさせてくださること、ありがとうございます。それぞれがよく眠ることができるように、そして眠りの中で癒しを経験し、眠りの中であなたからの取り扱いを経験し、眠りの中で心が整えられる思いを経験して、朝健やかにイエス様、今日も新しい朝を感謝しますという心で一日を過ごすことができるようにお導きください。主よ、どうぞ朝が喜びに輝くそんな日を継続できますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。キャズの話は心にしみる、来月もよろしくね。ありがとうございました。ありがとうございました。ではコーラスの稽古に移りたいと思います。西原先生よろしくお願いいたします。いつものようにまずは何はなくともメロディーを、覚えたいと思います。難しいところはないと思いますね。さっき一度お聞きいただいてすぐ歌えるんじゃないでしょうか。さっきも許しと今合ってたのね、ごめんなさい、もう一回、許しと命はキリストの恵みのうちに生まれても、ああ。
しと、まあ、リズムが多少ね、最初一番なんか不安定だ、たとえ夜が嘆きに包まれて、朝は和の音が半拍ちょっと飛び出ております、こうどうしましょうね、もう一度一番歌ってみましょうか。三四。主イエスに愛され捧げられ生かされてきた。三声ですね、まあ、基本、まあ、女性が上、まあ、あと男性のメロディーがいてもいいですし、で一応低いパートなんかバスとテノールを兼ねてるみたい なんか上から下まで、結構忙しいんですけども、最初二声で書いてたんですけどもね、なんとなくあもう一声あったら綺麗かななんて思い始めて書いてるうちにちょっと難しくなっちゃったかなと、結構難しいよねこれ、多少の不安を残しつつ、でも、一つずつ歌ってみるとそんなに変なことにはなってないはずなんですね、まずアルトというかね、上から2番目のから歌ってみましょうか。主イエスに愛され間違えた、合ってるか、合ってるか、この日までたとえ夜が嘆きに包まれても朝は喜びに明け染める朝は後半行こうか。たとえ夜が嘆きに包まれても、たとえ1,2,3たとえ夜が嘆きに包まれても朝はここね、まずね半音、あら半音って戻って2はちょっと低いね、こうはこうより2が低い、喜びに明け染める、もう一度、喜びに明け染める、はい、では男性の皆さん、頑張って参加していただきたいと思いますが、主イエスに愛されさあ、すごい頑張って支えられ1,2,3,4主イエスに愛され支えられちょっと下がって生かされてきた、あれちょっと待ってるか、合ってるかな、されてきた、合ってる、この日まで
下がる。たとえ夜が嘆きに包まれても、朝は喜びに明け染める。朝は喜びに明け染める。はいですね、もう一度最初に言いました。主イエスに愛され、支えられ、生かされてきたこの日まで、たとえ夜が嘆きに包まれても、朝は喜びに明け染める。朝は喜びに明け染める。はい、それではみんなで歌ってみましょう。女性の低いパート歌ってみようという方、参加してくださる方、誰も手が上がらない、1人、2人、2人だけ、2人だけ、他にいない、男性低いところで行こうって言ってください。一人、二人、三人、ありがとうございます。はい、私も頑張ります。行きましょう。最初のとこね、最初は2段目ね、ララ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 、みんなでやってみましょう。
出てますけど20年ですよ
20年、20年ってね、うわ気が遠くなりますよね。赤ん坊だったら成人ですから、そこまでやってやりましたかっていう感じですけど、まあ今年20周年記念ということでですね、特別コーナーを設けております。歌い続けて20年、作り続けて20年、感謝を込めて、今年の1月から毎月、ゲストですね、ゲストっていうか、お迎えしてって言いますかね、まあ、今まで、まあ、ずっと、1月は岩渕誠さんで、2月僕だっけかな、まあ、この順繰りに、私たちもスタッフの一人一人もこうして毎月やってまいりましたけどね、今月は初期の頃にねお手伝いをずっといただいた、ギタリスト歌う歌いがいるんですね、ご紹介いたします。楠木昌司さん。楠木さんとはね、岩渕誠、なんだっけ、グループの名前なんだっけ、もう20年以上やってる、30年ペトラストリートだっけ、ペトラストリート、あー そこでもう ずっとね、本当に、支えてくださった、方でございますよね。だけど、ご本人ギターは弾くわ、歌うわ、ねね、僕らのお手伝いしてくださった頃には、ね、ギター弾かせてもらえないし歌も歌わせてもらえないし ね、バイスなことしちゃったよね、ごめんね、あの頃はね、ありがとうね。ということで楠木昌司さん、はい、じゃあマイクをお渡ししたいと思います。皆様こんばんは楠木昌司と申します。今ご紹介預かりましたように、初期の頃お手伝いをしてました。ちょうど皆様もうお買いになってるか、これから買われるか分かりませんけど、 CD がありますけども、2枚目まで一緒にやらせていただいて、3枚目は僕も話があるかないかぐらいでもうちょっとご一緒してないんですけど、そういう時期にやらせていただきました。その頃ですね、僕はそうそう1枚目の CD をレコーディングしている月の4月にのイースターに洗礼を受けたんですね。おお、はい、そうだったか。そうなんです。でちょうど、岩渕、まあ、ペトラの活動が始まった頃、僕もスタジオで音楽の仕事をやってたんですけど、どうもそれをやめて独立した頃で、そのタイミングで、皆さんといろんな音楽を通してのご一緒させていただいたと、今思えば皆様に育まれこんなん出ましたって感じだね、はい、育んじゃったらこんなん出ました、はい、で初期の頃だったんで、しばらく離れていたので全然曲知らなかったんですけど、2年ぐらい前から関根和夫先生の教会に行くようになって、そこでまた新しい曲にも触れるようになったという感じでやらせていただいてます。でもう次から言っていいですか、はい、どうぞ今日はですね、僕は初期の頃しか知らないんで、その頃の、はい、まあ、どの曲も何曲1曲やってくださいって言われてすごく迷って、どの曲もそれぞれ思い入れがあってですね、絞りきれなかったんですけど、あなたがそこにいてという曲をちょっと選びました。これはあれですね、45番ですね、はい、僕にとって歌声ペトラは、そうそう、歌声ペトラと僕ってどういう感じだったかなと思って考えたんですけど、やっぱりこの例えば God Bless You であるとか、いろんな曲の誕生するところと、それから世に広めるところに関われたことっていうのは、自分にとってすごい
なんだろう、誇りなんだなと思ったんだけど、誇りってなんかちょっと嫌じゃないですか、言い方がなんかおごり高ぶった感じがしますよね。それで、これ誇りじゃないんだよなって思って、さっきふと思いついたんですけど、この瞬間瞬間は僕にとって宝物だったんだなっていうことをですね、なんかストンと思いました。でおそらく、皆さんもそういうふうに思われている方いらっしゃると思いますし、今思わなくても振り返った時に、ああの時あの一つ一つのことが宝物だったんだなって思う時があるんじゃないかなと思って、僕はその初期の頃から関わらせていただいたことを非常に、嬉しく 思い返しました。で、このあなたがそこにいてっていう曲はですね、僕好きな曲なんですけど、やっぱり関根スピリットがすごくこうギュッと詰まってて、でその関根スピリットを岩渕真さんが賛美に変えてくれて皆さんが演奏するという、このすごい、このでここに集まってきた人と一緒に歌う、その交わりの中に神様がいてくれるっていうところがですね、やっぱり素晴らしいなと思って、あれさ、歌ペットスピリットでもありますよね。はいはい、はい、ごめんなさい。じゃあもういいですか。いや歌うのも緊張するんですけどね、今日あ寒くない、あ暑くないですか、水の格好。なんか緊張しすぎて体温の調節がうまくできなくなっちゃう。僕中にこういうベスト着てるから。いいんじゃないですか、はい、まあ、気合がこうね、そうですね、にじみ出てて、はい、いや気合ないんですけど。じゃあやらせていただいてよろしいですか、はい、お願いします。あなたがそこにいて笑顔があれば、あなたがそこにいて何ができなくても私の心は歌い始める。神の平和を歌い始める。主よ、この交わりの中に共にいてください。そこにいて涙を流し、あなたがそこにいて辛く悲しい時、私の心は祈り始め、交わりの中に共に
主よこの交わりの中に共にいてください。主よこの交わりの中に共にいてください。楠木正治さん、ありがとう。もう一言付け加えますと、今年還暦の楠木正治さん。あ、もうなんかね、仲間がね、還暦だのなんだの言ってますからね、もう困っちゃいますよね。ちょっと一つ宣伝させてもらってもいいですか。あ、どうぞ。あの、僕音楽の仕事やってるんですけど、まあ、サラリーマンやってまして、1年3年4年前かなから月に1回ライブをやるようになってまし、なってきましてですね、還暦までは毎月1回やっていこうと思って、今年の8月まで毎月1回やってきました。ちょっとしばらくそれ以来お休みしてたんですが、毎月1回、はい、やっぱちょっとそのくらいやらないと、なんかこう取り戻せない自分があるじゃないですか。何と取り戻すんですか。いえ、で今度11月の25日にライブをやりますので、あの、どうですか。はい、ぜひ。どこで？どこで？あ、三軒茶屋のですね、うん、チャチャチャっていうお店があるんですけど。じゃあそれね、最後にまたじゃあご案内しましょうね。あ、そうですか。はい、はいはい、じゃあそれ預かっていいですか。あ、そうです。はい、はいはい、ありがとうございました。楠木正治さん、それでは皆様お待ちかねの歌声ペトラのリクエストコーナーということで、リクエストコーナー、過去の、あの歌歌ってほしいなってという曲もあれば、この歌知らないか歌ってほしい、何でも結構でございます。会場からリクエストをいただきますし、ユーストリームからもいただきますし、予約してくださってる方もいらっしゃるんですね。まずは会場からリクエストの方、いませんね。え、いないですか。ああ、どっちは、はい、どうぞ。おー、143番。ね、いや、結構です。ね、予約リクエストが143、じゃあまずそれを歌いましょう。143番、それはベルト。心の底から溢れてた声。
それはベリーグッド、それはベリーグッド、ベリーグッド、ベリーグッド、あなたも私も神様の愛の中にいて、ベリーグッド、Oh.
You know.
じゃあ今月の歌をもう一回歌ってみましょうね、242番、朝の喜び。皆さんのお手元の商品をお持ち帰りください。そして、一緒に歌っていただければなと思います。先月の歌も後ろにございますので、よかったらお持ちになってください。朝の喜び242番。Thank you.
き心から感謝します。ここに集められた一人一人、また YouTube を見てくださっている Ustream を見てくださっている方々一人一人、主よどうぞあなたの豊かな祝福が届けられ、恵みの中に生きることができるように、あなたの麗しさを味わいながら一歩一歩丁寧に生きていくことができるように導いてください。この時をここまでお守りくださったことを心から感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。感謝します。主に、そしてお互いに拍手して、ハレルヤ、プレッシュ。今日はありがとうございます。いくつかご案内がございます。まずはですね、この歌声ペトラ11月は21日火曜日です。そして今年はその20周年のね、20周年のクリスマス歌声ペトラ21日11月やってね、2週間しかないんですけど、12月5日になります。5日になります、上の8階のチャペルでやりますので、皆さん、ぜひお誘い合わせの上、何か、私たちも20周年ということで、企画をしたいなと思っております。ぜひ、ご参加いただきたいと思います。その他いくつか、お知らせがございます。さっき、楠木さんからご案内ありました。ちょっと直接言っていただいてもいいですか。先ほど言いましたようにライブをやらせていただいてまして、11月25日にですね、三軒茶屋でやります。僕一人じゃなくて、小柳英子さんというオリーブというユニットを作ってらっしゃる方と、最近よくやるんですけども、2人で、僕が楠木正治で、彼女が小柳英子なので、小柳というユニットを目にしていました。11月25日6時スタートで三軒茶屋のチャチャチャです。これチラシまだありますので、よかったら言ってください。ありがとうございます。はい。それから、このチラシが、入っていると思います。チャイルドスポンサーになってくださいという、ワールドビジョンからのご案内です。1日あたり150円、月々4500円の支援で子どもたちの未来が変わります。まあ、本当に私たちにとっては、さほどでないという金額で、本当に多くの子どもたちを支えられますので、ぜひご協力、心に示された方、ぜひご協力いただけたらなと思います。ご覧ください。それから、あと何ですか。これあと2つ私なんですけど、あ、はいはい、どうぞ。あの9月に僕のデビュー40周年のライブっていうのをやって、でその時から、あの実はテレビ制作会社が密着取材っていうのをなぜかしてるんですけど、うん、でそれでライブの様子も全部撮影したのを見たらすごくいいんですよ、うん、それでこれはやっぱり製品にしようということになって、11月末にライブ版 の、 その、DVD を発売する予定にしております。ライブ版のこの前やったコンサートの DVD、 そうそうそう、あのペトラストリーと、それからベースが2台いたりとか、いろんな出来事が起きてるやつで、自分で見てても相当面白いっていう仙台でもやって、そっちは仙台の方は撮ってないんで、あ、撮ってないんです。あの東京のライブだけを、はい、分かりました。ぜひ皆さんご覧いただければ、ね、お楽しみしていただきたいと思います。あと、これあの私のジャズのピアノトリオのご案内です。久々です。ベーシストがなんかスウェーデンにいるんでね、なかなかできないんですけど、今年の末に12月に3回1月に3回、なかなかスケジュール合わなくて、関東エリアのみになっております。横浜、市川、東京、代官山、前橋、熊谷、また東京、南青山、これだけですので、ぜひ、おいでいただけたらなと思います。それからもう一個、これがね、すごいな、これ角川映画シネマコンサート、これはね、これ来てもらっても誰も得し、私なんか全然得し、誰も得しね、これあの角川映画の
コンサートなんて、まあ、音楽を大野裕二さんが担当してて、私はその今グループ、はい、やっていて、まあ、当日は要するに大野裕二さんのルパンテックシックスという、グループが核になって、その周りにこうホーンセクションのもうピカイチのホーンセクションたちと、ストリングスセクションがあって、もう大オーケストラのシネマコンサートっていうのでね、私もこの犬神家の一族、人間の証明、野生の証明っていうのは音楽全部私担当させてもらったんですね。その時ドラムをね、実はこんなしてますけどピカイチということがピカイチだから40年ぶりでまたこういうことをやるってね、本当になんか、まあ、私にとってこんなことってあるのかなって、まあ、そういう、髪の毛の色も変わるという、ぜひおいでくださいって言いたいんですけど、チケットちょっと高い、まあ、ご覧になっていただきたいと思います。今日はどうも。そういえば、はい、11月23日に今チケット高いと思い出したんですけども、はい、あの稲垣潤一さんのコンサートにゲストで、はいはい、ライブハウスなんですけど、はい、出ます。それもチケット高い。でチケット高い、どこ、何日、11月23日、どこですか。ブルームードっていう築地のそばのところのライブハウスなんですけど、そうですか、8000円です。あの、うん、稲垣君と前昔バンドやってたんで、さすが、それでお前やるかって言うから、うん、じゃあやるかみたいな感じで、あ、そう、来週リハーサルが始まります。なるほど、はい、あ、すいません、はい、はい、皆さんの宣伝を書き消すようで申し訳ないんですけど、あのワールドビジョン の, あ, のあれはチラシをたくさん持ってきてますので、あのぜひあのたくさん持ち帰っていただいて、実はアソシエートアーティストぜひあの皆さん宣伝してください。私たちもバングラディッシュに住んでいるエヴァちゃんっていう女の子のチャイルドスポンサーになってるんですけども、あの時毎年大きくなる成長する写真とか送ってきてくださるので、本当に自分たちも幸せにしてもらえるので、ぜひあの今年めちゃくちゃ大人案内をしてください。よろしくお願いします。ね、どんどん曲なの、はい、よろしくお願いいたします。あと、後ろに、なんとね、今月後ろにね、今まで小屋が建ってたんですけど、屋根に穴が開いてる小屋があった、今月新築されましてね、ちょっと小ぶりですけど可愛らしいんだ、またこれがね、これ新築、これあの何のためにありますかね、屋根に穴が開いてるんです。そこに皆様のあのね、お心をパラッと入れていただきたいな、思います。それで私たち支えられてきましたので、ぜひよろしくお願いいたします。その他に、この歌声ペトラの CD、楽譜もありますか。まだありますね、楽譜。それから、それぞれ皆さんの、CD と、加藤先生本がありますかね。今日はないですか。はい、なんか、ご覧になってくださってね、ぜひ、お買い求めもいただけたら嬉しいなということでございます。今日はどうもありがとうございました。ギター歌作曲、岩渕誠、ウクレレお話作詞関根和夫、ピアノとお稽古編曲西原悟、朗読シスターズとコーラス岩渕由美子、萩原豊、音響萩原正則、ユーストリーム安田良一、受付案内西原雅美、藤田麻美、坂本歩美、タンバリンと司会市原康、どうもありがとうございました。